ましょう。水をまきましょう。すくすく健やかに大きくなれ。芽を出すのが楽しみですね。ご飯の用意できたよ。あの二人ってばどうしちゃったわけ？俺が知りたいよ。女子は女子同士か。何の話？私も混ぜて。二人だけの秘密なんですね、クロエ。うん、そうだな。急に真面目な顔してどうした？りっちゃん、クロエって言ったね。言ったよね。絶対に言ってたよね。クーも何冷静に受け止めてんのさ。さあもう二人で通じ合ってるし、分かるように説明してよ。秘密でだ。うわ、感じ悪。モキー、私だけのけものか。クーだけリンちゃんに接近してずるいぞ。私も仲良しにさせろ。させなさい。すみません、させてください。ねえねえ、私もノーマって呼んで。ノーマさん。ちっかーん、呼び捨てでいいの？ノーマ。あんたが呼ぶな。ノーマがいると楽しいね。やったー、これで私も仲良しだね。何だったんだかな。どうした瀬の字、悩み事か？いや、悩み事が解消したっていうか、まあ大体そんな感じだ。面倒な娘っ子の話け？何か言わないといけない。最初はそう思ったけど、結局それって全部が全部俺の自己満足に過ぎないんだな。行動で果たされる責任もあれば、黙って見守ることで取る責任もある。俺はもう何もしちゃいけないんだ。真面目な話はそこまでね。はいパパ、今度はこれ食べて。よく食べられますね。毒物より恐ろしいのに。ジェイ君。冗談ですよ。どう？美味しい？昨日の晩飯に比べれば確実にうまいな。ハティだってやればできるんだから。ノー、セノジ、わい、なんだか気分が。黙って食え。お前も男だろ。のじゃ大物じゃの。顔色一つ変えんで食うちゃう。あら、とっても美味しいわね。ここにも大物がいる。はい、次は自信作のこれね。あーん。ジェバ、
食わんとなくなるぞ。この喜びを分かち合うんでどうする。ジボ、あーん。な、何バカやってるんですか。家族との触れ合いじゃ。君の悪いことしないでくださいよ。なんじゃと。ジェイ、生き生きしてるキュン。皆さんと一緒は楽しいキュン。ジェイがどんどん明るくなってポッポたちも嬉しいキュン。セネルちゃんたちのおかげね。言われてみれば昔より愛想もようなったかの。昔か。なんじゃ、やる気か。誰が寝る許可をしましたか。いつまで寝てるんだ。私は誰のためにこんなことをしてるんですか。僕のためです。そうですよ、ジェイのためです。捨てられてたあなたを拾い、仕事ができるように訓練までしてあげているのですからね。はい、全部僕のためです。死ぬ気で努力をしろ。私の期待に背くような奴はいらん。はい。分かったのなら早く構えなさい。訓練が身になるまでこれは終わらないんですから。おいジェイボー、聞こえとらんのんか。おちびちゃんや、すまんが自信作を一つ分けてくれ。くらえジェイボー。殺す気ですか。ジェイ君、なんか言った。私に注目。何の騒ぎじゃ。これを見よ。そうか、今日は星祭りの日か。星祭り今日？ありゃ、ホタテは知らないの？キュッポたちはホタテじゃないキュン。ミルチ先生、説明よろしく。星祭りというのは、葉に願いを書いて川や泉に流す祭りのことだ。そうすると、何か起こるんですか？書いた願いが叶うと言われている。そりゃええの。まあ、本当に叶うかどうか保証はないのだがな。いいじゃん、無理ね。祭りの始まった当初は固く信じられていたのだろう。古くからある祭りで、当時のことは何一つ分かっていない。水に願いをか。お兄ちゃん、ソーガに願いを託していたのかもしれない。俺も今ではそう思っている。
まあなんじゃ、要するに葉っぱにお願い書いて流せばいいんだろ。そうそう、せっかくだからさ、みんなでやろうよ。僕に願い事なんてありませんから、遠慮させてもらいます。ジェイ、マツキュなんじゃ、ジェイボのやつノリが悪いな。やりたい人だけでやればいいじゃん。無理にやらせても盛り上がらないし。世界が平和でありますように。やっぱりお願い事はこれで決まるよね。さすがグー姉さん、スケール大きいね。パパはなんて書いたの？食卓に平和が訪れますように。ちょっとそれどういう意味？ハリエットは何を書いた？ハティのはこれ、パパにうまいと言わせる。クーは何を書いたの？エルザに幸多き人生を。うわ、優等生でやんの。つまらん女がここにいる。わいのはこれじゃ。ギートが元気にやれるように。みんなまだまだ甘いわね。優等生じゃないノーマは一体何を書いたんだ？スタイルが良くなりますように。しょうもない願いじゃの。呆れたように言うな。私にとっては深刻なんだからね。最近全然成長してないしさ。グー姉さんとまでは言わないけど、女としてクーグラーになりたいのよ。私は関係ないだろう。だいたい目指すなら私程度ではなくグリューネさんにすべきだろう。はあ、なんだこれ。だから素人はダメなのよ。わかってない。全然わかってない。クーには平坦の苦しみがわからんのか。いい、心して聞きなさいよ。返事は？はい。クー姉さんはもはや人にあらず神の領域なのよ。思考の芸術なの。あれこそまさしくこの世の奇跡。さすがの私だって神に挑戦しようとは思わないわよ。現実的にいけそうなとこを狙ってクーを目指してんの。今さらグー姉さんみたいになれないのは私にだって分かってんのよ。この微妙な乙女心が分からんとはクーの人でなし。クーのバカ。分かったから落ち着け。これが落ち着いていられるか。のー、私もクロエが羨ましい。シャーリーまで何を言ってる。だってじゃない。とにかく私の願いはこれしかないの。りっちゃんのお願いだってきっと似たようなもんでしょ。え、私は。シャーリーは何を書いたんだ？見ちゃダメ。ごめん。ごめん、本当に悪かった。反省してる。許してくれ。セネルちゃんは何を書いたの？俺はこれだ。仲間といつまでも共に。うわ、ここにもいたよ優等生。つまらん男がここにいる。願い事か。みんなと一緒にいた方がいいキュ。すごく楽しいキュ。いい人ばかりだキュ。いい人か。
だから一緒にいると嫌になるんだ。僕だけが違うから。僕だけが。セネルさん、朝ですよ。起きてください。セネルさん、朝ですよ。どうして床で寝てるんだろう。健康法の一種かな。おはようございます。俺、なんで床で寝てるんだ。夜に大きな地震がありましたから。その時落ちたんじゃないですか。それなら普通気がつくだろう。普通はね。それで J はどうしたんだ。俺を起こしに来るなんて珍しいな。意味がよくわかりませんが、僕の番なんだそうです。ノーマさんが言ってました。いつから当番制に。目が覚めたのでしたらミュゼットさんの家に行きましょう。僕たちに話があるそうです。わざわざ呼び立ててしまって申し訳なかったわね。構いませんよ。それで何か起こったんですか。起こるとしたらこれからということになるかしら。説明してくれたまえ、イザベラ君。去る暗殺者集団が遺跡船に潜入したようなのです。なんだって、暗殺者集団。ここ数日の間に複数件の情報が入ってきています。気に食わんな。そがいな連中さっさと追い返しちゃれ。それがそう簡単にもいかないのよ。遺跡船に現れたのは暗殺者の中でも最悪な部類の者たちです。バーツラフ軍にいた特務兵みたいな奴らか。それ以上に最悪な存在、忍者です。忍者。忍者か。忍者ってなんじゃ。モウスケ、ふざけてる？こがな喋り方なんじゃ仕方ないじゃろ。忍者とは常に影に潜み、任務遂行のためだけに行動する者たちです。私的感情を捨て、与えられた任務をただひたすらにこなしていきます。さすが物知り JJ だね。
忍者の恐ろしいところは自らの命を惜しまないところにあります。必要と判断すれば命と引き換えにしてでも任務を優先するんです。マジで？はい、ジェイ君の言った通りです。忍者の別称は忍び、すでに物ですらないんですよ。げ、嫌すぎる。どこかの国が雇い送り込んできたわけか。彼らは高度な情報統制が取られています。雇い主が誰なのか未だに分かりません。目的は何じゃ？誰か殺したいもんでもおるんか？モーゼスさんはほとほとバカですね。バーツラフのやったことをもう忘れてしまったんですか？バーツラフは遺跡船の脅威を各国にまざまざと見せつけました。遺跡船が強力な兵器になると分かればどこの国だって手に入れようとしますよ。あるいは他国に渡るのを阻止しようとするか。今まで大陸側に目立った動きはなかったが、その方がむしろ不自然だったと言っていい。おそらくどの国も水面下で準備を整え様子を探っていたのでしょう。バーツラフの行動により遺跡船が世界の表舞台に立ち、どこも動きにくくなったのは事実だ。表立った行動を避けるために忍者を送り込んできたと考えられます。遺跡船を戦争に利用させたりはしない。お兄ちゃん、それでこそ兄弟、今こそ愛のために戦うのだ。わいらの家を他人の好きにされるんは我慢できんからの。遺跡船を動かそうと思ったら水の民の力が必要になりますね。そっか、りっちゃんがまた狙われる。安心せえ、わいらがジョーちゃんを守ってる。安心しなよりっちゃん、あたしらが一緒なら平気平気。お前たち、あまり調子に乗るなよ。忍者を甘く見ない方がいいですよ。特に能天気なモーゼスさんは一言多いやつじゃの。賑やかでいいわね。今日はそれを報告するために俺たちを呼んだのですか？それだけじゃないわ。実はやってほしいことがあるの。かつてモフモフ族の村があったところに不審な連中が出入りしているようなのです。火のないところに煙は立たない。調べてきてもらえないかしら。忍者の潜伏場所である可能性が高いと思われます。となると調査だけでは終わらないかもしれませんね。不審者の正体が忍者だったらぜひ依頼主を突き止めたいところです。私たちの呼ばれた理由が分かった気がする。他に頼める人がいないのよ。どう？お願いできないかしら。わかりました。みんなもいいな。そいつらの目的はシャーリーかもしれないんだろう。放っておけるはずがない。家族は家族で守るもんじゃからの。家族か、家族ね。ウィルッチが親父でグー姉さんがママかな。でもグー姉さんはやっぱりお姉さんって感じだよね。あら、私ママでもいいわよ。にゃ、お姉さんで決定。俺は親父なのか。実際親父じゃん。娘だっているし。というわけで親父と7人の子供になりました。あのな、楽しそうでいいわね。マダム、変なことを言って
こいつを調子に乗せないでください。そんじゃな、忍者討伐にゴー。まったく緊張感のかけらもないですね。